はい、こんにちは。今日はですね、えー、ここにまあ新聞紙に包まれてですね、ジャガイモが並んでるんですけれども、今日また夜ですね、暗くなって涼しくなってから畑でですね、あのー、秋じゃがをちょっと作ってみたいと思うんですけれども、普通秋じゃがっていうのはですね、秋じゃが用の品種があるんですけれども、今年はですね、ちょっと一つ挑戦してみようということで、 春に収穫したですね、男爵、それを使って秋植えに挑戦したいと思います。で、普通男爵って春植えの品種なんで、まあ、うまく育つかっていうのがわからないんですけれども、もう実はですね、あの、種芋のその男爵の休眠がですね、溶けてしまって、もう芽がですね、出ちゃってるわけなんです。そうすると、あの、まあ、 の中にです、ね、ソラニンっていう毒があるんですけれども、その毒がですねどん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 ん増えていってしまいますので、まあ、もちろんその目をですね取って調理して食べることができるんですけれども、まあ、その影響なのかどうか分かりませんけれども、最近ですね、ちょっと、えー、自分、倦怠感がですね強くなっちゃってるんですよ。だからもしかしたら、まあ、それが原因か。 まあこのじゃがいもが原因か分からないですけれどもそういったことがですね今起きてますんでもうこれをですね椅子のことも植えてしまおうということで今日ですねこれからあの、まあ、他の用事が終わった後にですね夜またヘッドライトつけてじゃがいもを植えたいと思います